はい、どうもミレイです。じゃあ今回はニオ2最終体験版サブミッションをやっていきたいと思います。それでは早速出発。こちらのサブミッション3悪の、うわやべ、なんて言うんだっけ、共有三悪の共有やっていきたいと思います。ほう、お主、あの剣豪クボーのクボーが死であったか。道理で立ち筋に見覚えがあると思うたわしかし死んだ後も剣に執着するとは、ほとほと楽しみの少なき御神よ。面白い、受け継いだ剣術で見事死の敵を取ってみせよ。まず長久秀さん、じゃあ行きましょう。推奨レベル14っていうことでレッツゴー。ヤマトと高知の境にある市議山城は松永久秀の居城であった。久秀は織田信長に突如反旗を翻し、包囲する織田軍と熾烈な籠城戦を繰り広げ、壮絶な戦死を遂げた。仁王1の時に市議山城のステージはあったんですけど、今回はどうなっているのか。え、あれか、対人っていうかボス戦か。あ、山中鹿之助呼べるんだけど。え、呼ぼう山中鹿之助。七難八苦かっけー。行きましょう鹿之助さん。なになに、あ、ごめん、なんかご無礼働いた、すいません。よし、じゃあ行きますか。え、なんかあんのかな。ないよね。うん、まあおそらく剣豪将軍足利義輝さんでしょう。早速かーい。あ、久秀さんが敵かよあうわっ、爆発させてきた。え、待って、なんか変わり身の目ずつしてきたんだけど。ちょっとこれは鹿之助さん呼ぼうよ。え、マジちょっと強すぎ。ちょっと待って、マジでやばいよ。変わり身からの即死なんだけどな。はい、結構忍者スキル使ってくるな。おお、鹿之助さんが追い打ちしてくれた。よし、あ、復帰が早いな。一回下がるか。うわ、つかみ技か。なんかバックなんか爆弾押し付けてくるのか。うん、さすが、まあ、爆弾といえばやっぱ久秀さん的なところあるけど。なんか鹿之助さん呼べば勝てそうだな。一回ちょっと一人でやってみるか。毒塗って
相手を攻撃したら回復するやつ。爆弾使ってくるな。うわやばいやばい、あ死んだ。めっちゃ笑われる。なるほど、つかみ技がほんとやばいんだな。どうよし勝つぞ。多分最初つかみ技すぐしてくるはずだから、そこを警戒して、おわーっと出してくるかな。よっしゃ、おい撃つ。これ死んだふりだ、あぶねえ。回復容器、あ、でも元気だよ俺。ほい、よし、追い打ち。あぶねえ、やべ、一回ちょっと回復だ。回復、そして自動回復。鹿之助さんはやらせない。やばい、あぶねえ。あ、鹿之助さん倒しちゃった。だっせい、鹿之助さん守れなかったな。話す。あの世が見えたわ。二度も死んではたまらんわ。おお、おお、糸くり。さて、チャーにする。え、ここでチャー立てるの？ちょっと待って。お茶飲んでる。お茶、あ、飲み終わった。先に進む。つかみ技と変わり身が強かったな、サヒデさん。よかったよかった。うん、なかなかに楽しめたわ。お主、あの輝く石を用いているようだが、重々気をつけよう。お主はお主の凶を求め続けるがよい。いいね。この人の鎧が、松永さんの鎧が手に入ったんだ。姿写し。何これ、国知の蓄積により汎用スキルに一部解放されました。え、そんなのあるんだ。じゃあ行っちゃいだよ。戻って。糸栗。うわー、あ、平雲。茶毛がついてる。やっぱ猫セリのスタイルね。姿写しって書いてあったけど、お、松永さんになれる。いいね、かっこいい。じゃあ残りはこれかな。大曲解きミッション。マップが今回 3D なんだけど、こうマップの光る場所を押すと、その場所の説明とアイテムがもらえるっていう、これすごいいいんだよな。じゃ、信長の野望感あるマップで、うん、
それじゃあ行きましょう。大曲がときミッション。突如一陣の風が吹くとともに空がまがまがしい赤に変じた。不気味なあやかしの声が響き、不穏な気配が一体漂っている。行きますか。今回は手斧も使っていきたいと思います。結構手斧使ってみたら、なんか前の体験版よりすごい使いやすくなってたような、てかなんかいろいろ技が増えててすごい楽しくなって。それじゃあ僕やりますか。お、こだまちゃんが変わってる。なんだっけ、すだま、なんだっけ、能力回復か。で、斧で2、手斧がね、こう、儀、二刀と同じ儀を、ステータスを上げると攻撃力上がるっていう武器だから、ちょっと今のステータスとは合わないんだけど。あ、幽でも上がるんだな。攻撃力。よーし。うわ、早速延期がいるな。うん、小玉さんいたりしない、いないか。延期となんか鬼すっぱ抜きしたい。あ、バレた。おーっと、あ、そう、手斧だった今。縁起がいなくなった。何何言ってる。ああ、撃ってきてんのか。おい、いいね、手の攻撃するのいいな、便利。さあ縁起かな、次は。はい、よし、ヒット、痛い、回復。危ない、一旦下がって。攻撃しながら回復できるから、この重みを切る、ほんと便利。おら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 、オッケー。手斧結構ね強いんだよな。うん、ほい、お、一撃強え。あれ、手斧強くない。うん、まあ、最終的にはそれぞれ好きな武器みんな持つんですけど、最初のアギナとかも新しい武器使いやすいなとか思ってたけど、手斧も使いやすい、どっちも使いやすい。うわ、ガキ、こう味方をね食べて大きくなるね。いた、ほい、危ない、来て出てて、一旦家出よう。
ね、アルキミコ装飾、おう、子供ちゃん、アルキミコ装飾、お、テオの新しいの手に入れてる。あ、かわいい。かわいいけど、これはタイと気が必要なんだ。あ、揃え効果あるじゃん。同じ装備をね、揃えると揃え効果っつって特殊能力が発動するんですけど、そこ三役とか、よし、なんかドスドス聞こえる。入れか、灯籠の、よし、ほい、お、硬いな、ほい、あ、外れた、あれ外れた、痛い。回復、みんなレベルが高くな、なんか歩いてる、僧兵、うわ、やべ、みんなに言われた、実家落ち着いて、道具付与、お、一人に来てくれるなら、それはそれで、あ、忘れちゃった、嬉しいけど、あ、やべ、音聞きつけてきたな、ここ狭いな、よくないな、こっち、こっち、ここぐるぐるして、ちょっとこっち行こう、こっち、いやー、みんな美味しい、みんな来るよし、よし、二人帰った、よし、お前だけ、よし、来た、よしよしよし、1-1で勝負しよう、ちゃんとやりか、行動呪文じゃりく構造員、オッケー、テオの相手の気力を消するのも得意だから、こういう人型だとやりきゃ、ダーイ、やりやすい、オッケー、アルキミコ装備回復、うん、お、ここが行き止まりか、アイテム、お、ハンマーじゃん、おい、おい、おー、来た、マガツコマ、ポン、こう足に斧を刺して追い打ち、テオのね、強いよね、すごい使いやすい、こいつは斧で相手するか、はい、すっぱ抜き、相手も斧だ、やべ、痛いね、痛い、回復、自動回復、よし、あ、角折れない、オッケー、よし、追い打ち、斧と手斧で今も三斧竜みたいになってる。いや、斧がね、使いやすくて、どの武器も使いやすいんだけどね、とはなんかニョキ、ふっ、オッケー、広いな、意外と
あっち上に繋がってる。とりあえずここら辺の下をどうにかしたいから、上がなんか声するな。どうしよっかな。とりあえず周りをやってからのモアモア相手したいけどな。こだまちゃんがいる。近くに。なんかこだまちゃんの声が、あ、いたいた。あれ、もわもわ出ちゃうけど、まあでも邪魔する敵いなそうだから出すか。オッケー、じゃあ自動回復。誰だ。うえ、あ、一本だから強いんだよこいつ。床闇の中だとこう相手のバフ、こっちのデバ、バフとあっちのデバフが解除されるみたいだから、これね、またかけ直して。やべ、危ねえ。よしよし、やべ、あー、ま、強い2発強いな、1本だったら1本だったらか。これ最初から、あー、じゃあ結構あれだね、次のセーブ地点までが長いんだ。あ、ショートカット、なるほど、奥行けばショートカットが開けたんだ。ガキいるけど、あそこに。じゃあもう先にショートカットを開けてから1本だったら相手した方がいいかな。スキル習得、陰陽スキル、チドンフをね取りたいから、これトコヤミ状態がほんとね妖怪に有利だから。やべ、やだ、一回落ち着いて、電気召喚、いで、ちょっと待て、いや、回復、カウンターして、角を取って、ほい、追い打ち、はい、はい、OK。お、斧ゲット。こっちの方が強いか。あれは手斧でやるか。ほい、もうちょっと、ほーい、オッケー。こっちはゲットがないから進むか。ああ、そうだった、灯籠に隠れて。灯籠、灯籠でいいんだけど、食材、あ、頭に。よしよし、さあ、僧兵と鬼がいるから、鬼来い、こっちに来い、来い、はい、あらららボト、ステータスのね、テオノの攻撃力上がるギニー、もっと振ればテオノの攻撃力上がるんだけど、後ろのやつだけやるか。ほい、あ、バレるよね、
そりゃ、そりゃバレるよね。音でね。あれ？止まるんだ。お、やったやった。ああ。こい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 。こっちこい。オッケー。あ、やべ。防御力上げてきたか。あれ、ひるまなくなるんだっけ？あ、そうだな。よし。追い打ち。オッケー。僧兵を倒して回復してと、よし勝負だ。この蹴りを出すっていう技手に入れたんだけど、強いのかなこれ。追い打ち。よし、まずは一本だったらを、そこ出てくるでしょう。頭もう一発。えい、一本だったら出てくるから。あー、そっか、守護霊取り返しておきたいな。あ、やばいかな。こちらケイ、ショートカットを開けよう先に。なんか右にもいる？上か。上かな？須玉ちゃんがいるな。とりあえずガキ。ほいほいほい。いいね。で、須玉ちゃん。アイテム落とせって。何落とそうかな。なんか斧とか落としたら斧くれないかな。お、喜んでる。やりか。誰、ショートカット開けといて。よし、これでスタート地点の社にいつでも戻れるな。とりあえずアイテム取って一本だたらかな先に。よっしゃ、やるか。ほい、オッケー、間に合った。延期。オッケー。よし。追い打ち。妖怪技を当てるとね、相手の威力の最大値が下がるから。完全に油断した。レオのスキル。そうね。レオの面白いんだよな、技が。何取ろっかな。本当はこうパッシブ攻撃力上がるとか気力回復上がるとかこういうの取った方がいいんだけど、まずはちょっと技欲しいから。結構このエンマ、これが相手をとどめることができたりとかしてすごい強いんだよな。よし、やるか。危ない。
解技。うわっ、あぶねえ、生きてる生きてる。妖怪技、あぶねえ。え、敵が出てきた。いたのか、よくないな。よし、10削った。追い打ち、タイプ妖怪技、見て。ほい、少し間に合った。来た、追い打ち、踏み打ち、ヘイ。強いよな、一本だから。で、こだまちゃん、うん、なんか敵いたよね。どこに潜んでるか、こいつか。オッケー、ちょっと待って、こうして近く、あ、これか。で、こっちが道があって、ほい、刀か。で、よし、切れ切ったぞ。痛い。うわ、しまった。マジか。よし、これ使ってみよう。よし、帰ってきたぞ。しまった、こま、押し間違えた、三角押しちゃった、やばいやばい。よし、あれ、外れた、外れた。課金課金。よし、乗って、追い打ち、組打ちして、ブンブン、おー、走ってくる。オッケー、やっと奥に進めるぞ。うん、あ、これで常闇か、この先。こっちはアイテム、こっちが常闇って分かったから、反対側から攻めてみよう。おお、色次郎軍団。うおっ、ちょっと待って危な、ちょっと色次郎軍団が、いてててて、
ちょっと肩良すぎない？妖怪パワー？ OK。 ん？あ、そこか。小玉ちゃん、これさっきの反対側だね。うん、これは NPC じゃないか。何かに気づかれた。あいつか。こっちからは当たった。あ、床闇じゃないんだこっち。おっぶね。でかでかっ。ほい、いたいたいた。でかい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 。やばいやばい。ほい、立ち上がった。うんうん、よいしょ。これ NPC でしょ。うん、あ、違うんだ、プレイヤーの人だった。あれっていうことは結構屋敷が大きくて、うん、あっちの常闇ゾーンまた別か。え、だったらちょっと常闇ゾーンから行った方がよくない？ワープ、ワープするか。よし、うん、よし、ワープしてきたぞ。常闇だね、やっぱ。回復しとくか。ガッキーがいて、あ、社がある。ここ制覇したら社が使えるようになるな。ガキと式場、2人とも切って、痛い、出てる。あ、でかい式場か。回復、待って、うわ、延期も来た。やばいやばい、これやばいね。妖怪、はあ、じゃあまたワープするか。よいしょ。ふう、ワープしてきたけど、とりあえず入って延期が、あっちにいた延期が寄ってきたのか。そうだな、毒付与して、とりあえずあいつを、お、まあやっぱ両方来ちゃうか。とりあえず1体ずつなんとか相手するしかないな。マジっすか。次こそは貸したいな、貸したいなって、あそこ突破したいな。よし、よし、追い打ち、組み打って、よしよしよし。問題はやっぱここ、こっちは、あ、ここ抜けるんだ、床闇。よし。
麻痺させるか。あ、届いてない。やべえ。食いて。ちょっとガキからやろう。オッケー。回復。これいいね。よし。1対1になってしまえば。ただ問題はあの演技だな。ただ1対1ならなんとかまだある可能性が。こういう演技。よし、演技には演技を。お、組打ち。行くぞ、コマ。オッケー。いける。オッケー。よし、解除された。これで。あ、すねこすりじゃん。ちょっと後で投げてあげよう。一回ちょっと社。よーし、じゃあ先進みますか。とりあえずすねこすり。よし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 、かわいい。で、あの上で引いてる人はほっとくと大変、敵を召喚したりするので。よーし、行くぞスネコスリー。かわいい、めちゃくちゃ。お、降ってきた。お、なんか脇道が。いてててて。OK。 ああ、さっきのところか。よし、こだまちゃん。お、こだまちゃん全部だって。これでプチ政権兵士少林拳ってこんなところ落ちてていいの。オーケー。すねこすりちゃん、あ、終わっちゃった。寂しい。アイテム、これ下はさっき言ったところだよね。なんかこんだけいるってことは、多分この中がボスっていうか難所なんだろうな。まあ明らかになんかここ守ってるもんね。落ち着け。回復。足元に。オッケー。ほい。
ほい。え、またいる。ちょっと待って。ちょっと待ってね、スネコセリちゃん。よし。で、骸骨兵初じゃない？この2を2体験版で。おう。がうん、おそらくこっちがさっきの反対側だから、まあ多分あらかた全部行ったんじゃないか、この中以外は。よし、よしよしよし。さあ、多分この中が最後だと思うんだけど、いっちゃってみっか。うわ、スラッシュ的なやつか。だが、まひらせれば、あ、外れた。まひらせれば、よし。うわ、チドンと当てられた。やばいね、これは。一旦離れて元気。やばい、回復。やべ、あ、回復行動も遅い。いや、チドンフは強いよ。よし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 。よし、対戦じゃあ。イジェネ。毒。麻痺。お打ち。チドンフはかけさせぬ。ほい。あぶね。あぶね。やべ、延期。外れた。回復して。オッケー。よし。さすがにここだけじゃないだろう。何が出てくる？うわ、切ったカラス天狗。強いんだよなこいつ。何この技？新技？麻痺。なんか範囲も広くなってない？いや、広くなってるよね。うわっ！すげえ。そしてなんかモーションがさらに鳥っぽくなってる気がする。頭の動き方とか。やべえ、戦略なくなってきたな。スネコセリちゃんちゃんと連れて行こう。よしよしよし。よし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 。オッケー。行くよー。スネちゃん。やばいやばい、追い打ち。そしてこ、やべ、危ねえ。ふぅ、回復。ディジェネ、ほいほい。オッケー。
よし、さあ次はあいつだ。うまい。ポン。ガード。やべ、早く延期。よし、噛めた。追い打ち、これで決めて OK。 さあまだいるな。なに、目付き。え、これ死んだ。痛い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 。やばいやばいやばい、トシトシ。ああ、ちょっと待って、でかいボスも出てくるんかい。死ぬ。なんだそれは。痛い痛い、やばいやばいやばい。回復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 できてない。範囲が広いな。カウンター、来た、この空間。いって、あ、やばくないこれ。いてててててて、いや、範囲が広い。延期は、そんな延期で技まであんのかよ。強っ強っ。まっ、やばいねこれ。戦略の残りもねなくなってきてるから、これはあれだな、早急にチドンフと、このチドンフと忍者スキルの目つぶしが欲しいな。これはちょっと一旦修行します。よし、チドンフと目つぶし取ってきたので、再戦やりたいけどな。ボスラッシュがきついな。スネコスリちゃんも使い切っちゃったしな。よし、まあやるか。これはちょっとあれだな、味方 NPC を呼ぶっていうのを選択肢に入れないといけないかもな。投げ
飛ばして、くそ、回復、追い打ち、よし、次カラステングだろう、カラステング、ガード、ガード、エンキ、危ない、今のな、うおー、何そのヒップ、ヒップアタック、来た、チャンス、コマ、マジです、やべやべ、回復、そしてそれシドンフ、あ、やばいやばい、シドンフ、ほい、回復して、やばいな、延期、チドンフかけて、ガード、やばい、延期、よし、追い打ち、やばいやばいやばい、回復、やばい、うわー、了解か、押し切ると、やばい、マジで終わっちゃった、回復、い、痛い、痛すぎる、回復、一旦引いて回復して、回復できるやつ、よし、なんだ、危ねえ、押し切ると思う、やばい、危ねえ、延期、終わりだ、オッケー、よっしゃ、達成、ふぅ、そして極卒の斧みたいな手入れがあった今、はあ、物色しとこう、あー、いや、なんだかんだ言ってやっぱ動きを動くするチドンフと相手のターゲットに捉えられづらくなる目つぶし、やっぱここら辺がかなり強いな。そしてやっぱ敵攻撃したら回復できるやつもね、かなり回復足りなくなるから、結構ボス戦って便利だな。いや、よかった、ちょっと極卒の斧見てみるか、来た、すげえかっこいいやつ、かっこよさそう、よし、じゃあ先へ進む、よかったー、
はあ、いやー、とりあえずじゃあ最終探検版のミッションは全部クリアできたのかな。よし、よかった。まあ、まだちょっと遊べる期間があるので個人的にちょっと遊んでいきたいと思います。じゃあとりあえず倒せてよかったな。それではご視聴ありがとうございました。マスター、次の動画ホットで頼むよ。サイフォン式で抽出しますので少々時間をいただきますよ。ああ、頼む。